さあこちらです。東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、矢上さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、タボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか？元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ？羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ、タボも手貸してくれんのか？神室町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ、分かってるのか？ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KG アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな、協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか？お忍びでよ。まあもちろん。海藤さん、おやすさんと話せたよ。協力会の拠点はKJ アートって会社だ。そうか、じゃあ例の村瀬ってのもそこにいんだ？いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお、じゃあもしかしてドローンの出番か？それもあるかもな。了解だ、俺もすぐ KJ アートに向かう。もしもし。カイトだ。KJ アートに着いたな。ああ、そうらしい。カイトさんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。怪しいな。分かった、俺も今そっちに行く。
ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり教令会のアジトか。間違いねえ。村瀬はいたか？見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん？しっかり見た？ああ一応な。もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。これが村瀬の写真だ。ビルの窓越しに村瀬がいないか確認できればいいんだけどよ。これはなんだ。これはなんだ。あいつあんなところでこそこそ本なんか読みやがって。村瀬じゃねえか。くそ、どこの部屋に行ったか探そうぜ。いたぞ。あれが村瀬じゃねえか。やったなタボ、さすがだぜ。フロア奥の個室か。やろう、自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るならあの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか強行突破か、どう攻めていくかな。なんとかビルの壁をよじ登ってみて、で開いてる窓があればそこから忍び込んで。結構無茶じゃねえか。壁よじ登るにもまあまあ人目があるしよ。窓から入り込んだってそこに人がいたらアウトだぞ。だよな。他の考えもあるんだよな。プラン B は何だ。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろう。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかの。おそいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドン・キホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。あれがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど、そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当に多忙か。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくる。海藤さんはこっから見張ってた。おう、それじゃ作戦開始だ。
し。開いた。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。もしもし。ダボ、作業服は買えたか？ああ、今買ったところだ。そうか、じゃあすぐこっちに来い。 KJ アートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。たった今下っ端が修理業者に電話したぜ。狙い通り、急いでそっちに向かう。お待たせ。それじゃ早速変装だ。ああ、
よし、これでバッチリだな。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。わかってるって。じゃあな。どうも。エアコンが故障されたそうで修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。怪しいな。どこだ。おお、ちょ待ちや。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。ほな、こっちや、ついていい。さば、早う直してくれんとここへ死ぬわ。電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました。とりあえず見てみますね。あー、これは確かに故障してますね。
おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。ん？誰やお前。私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか？見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかりは思っとったわ。それはですね、妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。いつもの人の代理です。彼今日はお休みでして。そないなはずないやろ。さっき道が混んでるから遅れるって連絡あったんやぞ。あれ、おかしいですね。何か行き違いがあったのかも。なんやこいつ怪しいで。登場会の回しもんやないか。なんやと、お前ら生かして返すんやないで。ダメか。もう少しだ。よし。開いた。
死ねえや。ほんま、すまへんでした。手間取らせよって。ドアホ、何してくれとんねん。あんだけ言うてたろうが。すんません、ほんまにすんません。いいから帰れって言ってんだよ。え、でも、あれ、海藤さん、エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの、治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。なんやお前は。し、少しだけ話したいんですよ村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。じゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。Ah!
何が目的やお前。言ったろ、あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この組を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。なんなんやお前は。神室町の探偵だよ。久米が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら羽村を弁護しとるっちゅうことか。アホんだら、そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。こんな真似してただじゃ済まんで。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかははっきりさせたい。はっきりしてるやろが、羽村が久米の目えぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこでなぶり殺しにしたやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。なんやこれ、久米の死体。怪しいな。ん？これは。あんたに見せんのは酷だったかもな。けど、この写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。別の場所で殺された後、ここへ運ばれてきたってことだよ。そうか。じゃあまあ、それはわかった。少しは落ち着いて話せるようになったか。よし、なら一つずつ行こう。まず、あんたはアムール前から逃げ出した後、どこで何をしてた？敵に組の門さらわれて、何も動かなかったのか？動いたに決まっとる。組を奪い返すために俺は、教令会の仲間に応援頼みに行って。でも応援は集まらなかった。あ、アホ抜かせ。応援は集めたで。アムールにも貸し込みかけたわ。あの晩アムールにはもう人の出入りはなかったはずだ。そう思うわ。防犯カメラに映っとらんかったからやろ。俺らはそいつを避けて裏口に回ったんや。そっちは防犯カメラも壊れとったしな。そっからアムールに踏み込んだんや。踏み込んだ？アムールの中に？ああ、せやけど店の中には誰もおらんかった。隅から隅まで全部探したんやがな。その時の時間は？夜中の12時過ぎっちゅうとこや。検察によればアムールで羽村が久米をいたぶってた頃だ。あんたの話が確かならそのストーリーがひっくり返る。ふん。検察の細い話なんぞどうでもええわ。とにかく組めやったんは羽村や。他におらんやろか。かもな。ただ今のあんたの話は警察も検察も掴んでない。だから法廷で証言してくれると。やると思うか。なんで俺がそんな真似せなあかんのや。どう？一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると12時の時点でアムールには誰もいなかった。そう。羽村の頭は12時頃久米を解放してサウナへ行ったと言ってる。村瀬の話とは矛盾しない。となると羽村の頭マジでやってねえのか？頭がサウナに行ったって証拠が出ればね。まあ結局はそこなんだよな。
それでも今日は十分だろう。あとは明日だ。そうだな。よし、海藤さんも今日は上がって。よう、何か進展あったか。教令会の村瀬と話してきたよ。 KJ アートって会社が連中のアジトだった。それでよく無事だったな。お前大丈夫だったのか。俺は自分の仕事をしてきただけですから。新谷先生、12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間、羽村が久米をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。ん？久米が羽村に拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃。画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り、村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。またそろそろ羽村の頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。分かった、これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。八神さん、真冬と話したんですよね。ん？ああ、話したけど。真冬嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。あ、そう。でも寂しそうにも見えました。え、なんで。なんででしょう。それじゃ。しばらく寝とけ。新谷だ。これから羽村と接見できる。お前もすぐタクシーで田村署に向かってくれ。分かった、どうも。どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。俺の無罪は目処がついたかよ、ターボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分、教令会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで。村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんです。裏口から叩き出したって言ったろう。じゃあその前は。ああ、10時過ぎ、頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと。いや、
あのクメって野郎、なんか昔のダチ公に似ててよ。それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔っててよく覚えてね。本当ですか。それにしたって人払いまでしますかね。だから覚えてねえっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのはよく覚えてた。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、実際あんたは妙な立ち回りしてますよ。だと？何か俺らに隠し事があるんじゃないですか。何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠があればこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っておく必要がありますけど、あんたに隠し事されたらそれもできなくなる。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。俺がもし命乞いするにしても、その相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんです。さあな。あんたが隠してる何か俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤガミ。よ、いろいろ動いてたみたいだな。羽村と接見してた。収穫はなかったけど。そうか。羽村は俺らにも何かを隠してる。思ってたより奥が深いのかもな、この事件。早い話が調査に行き詰まったってことか。まあね、もう少し材料が欲しい。例えばどんな。アムール出た後の羽村と被害者の足取り、その目撃証言、その辺はもう町中しらみつぶしに当たるしかないかな。ターボ、今金あるか。ん？いくら。とりあえず3万。俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。そいつは金さえ渡しゃなかなか話せる男でな。つまり情報屋だよ。闇で殺の捜査情報なんかを横流ししてんだ。何か使える情報があるかもしれねえぞ。なるほど、汚職警官か。綾部ってデカだ。よくテンダーに出入りしてる。テンダー？ああ、やつに会いたいときはみんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。マスター、ちょっといいか。おう、なんだい。綾部ってデカ、知ってるだろ。ああ、でもここ何日か来てないな。綾部さんに言おうか。まあ、ね。タイミングが悪かったか。大丈夫、来たらターボーのこと伝えとくから。それよりせっかく来たんだ、飲んでいきな。一杯店のおごりでいい。ん？なんで？
前に来た時お前さんに仕事を頼めるかもって言ったろ。覚えてるか。そうだっけ。それでその仕事をやっぱキャンセルするって言われちゃってな。聞いてみたらなんかヤクザに殴られたんで仕返しがしたいって話だったんだけど。なんだそれ、探偵に頼む話か。まあでも仕返しする必要がなくなったんだってさ。自分で見つけて殴り返したのか。そうじゃなくて、なんとそのヤクザ事件を起こして逮捕されたんだよ。ほら例の目玉えぐられた死体の。え、じゃあそのヤクザって羽村の頭だよ。驚きだろ。3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに。ああ大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。それもう少し詳しく頼むよ。いや俺が聞いたのは今ので全部、あとは当人に聞いてくれ。そいつの名前は？聖夜って呼ばれている。天下一通りにスターダストって店があるだろ。そこのホストだよ。ちょっといいか。え、何ですか。この店に勤めている聖夜ってやつに用事がある。ちょっと呼んでもらえないか。聖夜さんですか。ああ、今いないですね。なんだ休みか。いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。同伴ってことはどこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか。今日で3日連続ですよ。聖夜さんいい客捕まえたな。そっか。何時頃出勤してくるか分かるか。いやちょっとそこまでは。そんなに遠くにはいないと思うんですけどね。そっか分かった、ありがとうな。ああ、つくもか。八神氏、今度は何の用ですかな。ああ、ちょっと頼みがある。こないだやってくれたつぶやき検索、また頼めねえか。いいですが、何を検索するのでしょう。そうだな、スターダスト、聖夜で頼む。ああ、検索対象の期間は今日一日のつぶやきの中からでいい。承知しました、少々お待ちくだされ出ました、出ました。今八神氏の画面にも出しますぞ。ちょっとまだ多いようです。他に何か絞り込めるキーワードはありませんかな。そうだな、おお結構絞れましたよ。よし、この数なら全部当たれそうだ。ちょっと行ってくる、ありがとうな。この程度ならお安いご用ですよせいや君、まだかな。ちょっといい、スターダストの聖夜ってホストのことなんだけど。何、あなたお店の人。え、いや違うけど、ちょっと彼のことを探してるんだ。君彼と同伴してたりはしないみたいだな。な、何よ。まさか私が聖夜君にすっぽかされたって言いたいわけ。彼支度に時間がかかってるだけなんだから、ちょっと待ってればすぐに来るわよ。
おお、ちなみにどれぐらい待ってるんだ。あ、ごめん、それじゃ。ちょっといいかな。何ですか。君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？あなた、聖夜くんのこと知ってるの？聖夜くんは無事なの？同伴の約束してたのに全然来ないから、もうすごい心配で心配で。は？俺はただ彼がここらで女性と同伴してるっていうから探してるだけなんだけど、その君とじゃなかったみたいだな。え？何？聖夜くん、誰かと同伴してるの？そうらしいけど、まあ、なんだ、あまり気を落とさないで。よかった、聖夜くん無事なのね。事故にでもあったのかと思っちゃった。聖夜くん楽しんでるのかな。彼が幸せなら私も幸せ。ちょっといいかな。何？君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？は？聖夜？あいつが何だって言うのよ。いや、ちょっと聞きたいことがあるんだ。この辺で女性と同伴してるみたいなんだけど。嘘でしょ？私との約束すっぽかしておきながら一体どこの誰と同伴してるっていうのよ。あ、いや、君がその相手じゃないんなら別にいいんだ。よくないわよ。ちょっと、どういうことなの。悪い、俺急いでるから。八神史上、聖夜氏というホストは見つかりましたかな。いや、3カ所全部回ってみたが、空振りだった。そうですか。でしたら、もう一度やってみます。え？いや、もういい。違う方法を考える。まあ、そう言わずに、あれから時間も経ちましたし、きっと新しいつぶやきがありますぞ。そんなちょっとで変わるもんか。まあいいや、それじゃあ頼む。では、ひとまずさっきと同じワードで検索してみましょう。ほら、新しいのが一件ありますぞ。八神氏の画面にも出しましょう。時間も1分前ですし、これはかなり有力っぽいですぞ。よし、行ってみる。助かったよ、つくも。お安い御用ですとも。なあ、君が聖夜か、スターダストの。え？デート中に悪いね。少しいい？
ごめんね、舞ちゃん。ちょっとだけ待ってて。何？大丈夫なの？大丈夫大丈夫。店の外でいいですか？八神さん。なんだ、俺の顔知ってたのか。ええ。八神さんのことはテンダーのマスターから聞いてました。それで仕事をお願いしようと思ってたんです。ヤクザに殴られた仕返しがしたいって。ええ、八神さんなら何とかできるかもって。元は敏腕弁護士で、探偵なのにヤクザとも対等に口が利ける。カムロ町じゃ知られた人だってマスターに聞いたから。へえ、そんな風に言われてんだ俺。あと、これは噂でだけど、依頼人のためならどんな手も使ってくれるって。それで殺人犯を無罪にしたこともあったんでしょ。あれ、僕なんか変なことを言いました？いや、いいんだ。それより羽村の頭に殴られたって。ええ。日にちは？12月3日の夜です。あのヤクザが事件を起こした日なんでしょ？間違いないのか？うん。俺は今羽村の弁護人に雇われて事件を調べてる。君の話は裁判の重要な証言になるかもしれないんだ。そっか、僕の証言であいつが無罪になったら嫌だな。気持ちはわかるよ。でも情報が欲しいんだ、頼む。有名人に頭下げられちゃね。オーケー、八神さんに嘘は言いませんよ。羽村に会ったのは夜の何時頃？12時頃かな。ピンク通り裏の九州一番星ってラーメン屋の前で。結構寂しいとこ。その辺りだとサウナ御殿にも近くなかった？うん、そうだね。もう少し聞かせてくれるか。そもそも君はなんで羽村に殴られた？そんなのこっちが聞きたいよ。ただまあ、向こうはかなり酔ってたみたい。僕はその時一人で、羽村は向かいから歩いてきてた。一人でブツブツ言ってて、なんか危ない気はしたんだよね。だから目を合わせないようにしてたんだけど、やっぱり絡んできてさ。どのくらい殴られた？一発だけ。でも僕しばらく顔にあざできてたんだよ。しかも歯のかぶせ物まで取れちゃって。歯のかぶせ物？その後歯医者には？ん？次の日すぐ行ったけど。じゃあ診療記録が残ってるな。証言の裏が取れる。ああ、そういうことか。で、君を殴った後羽村はどうしてた？ふらふら歩いてサウナに入ってったよ。ほら、さっき言ってたサウナ御殿。12時頃君を殴ったその後、羽村はサウナ御殿に入っていった。うん。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。今の話法廷で証言してくれって言ったら頼めるかな？ OK だよ。八神さんには恩を言っときたいし、テンダーのマスターも恩に来てくれるよね。わかった、伝えとく。待った。あともう一つ、羽村と会った時周りに防犯カメラは？もしその映像が残ってたら鬼に金棒だ。さあ、それはわかんないな。いちいち気にしてないし。そっか、ありがとうな。また連絡する。うん、それじゃ。もしもし。よ、カイトだ。綾部には会えたか？いや、でも羽村に殴られたってホスト見つけた。ん？なんだそりゃ。羽村のアリバイを証明できるかもしれない。本当か？
事件当日の12時頃、聖夜ってホストが羽村に殴られた後サウナに入っていく姿を見てた。場所は九州一番星のあたり。もしその辺に防犯カメラがあったら何か映ってるかも。今そこに向かってる。おい、そのあたりって刑事跡が地形な。凶霊界に見つかったら厄介じゃねえか。そんなの言い出したらどこも歩けなくなるよ。まあそうだな、しがいねえ。見た顔やな。おお、村瀬、奇遇やの。こないだの礼にたっぷり痛めつけたる。おお、このガキ会社に引っ張ったるや。いや、急にこれはちょっと。タボ、カイトーさん、邪魔すんな。僕どこ行くの？なんだおら！いや、なんかすげえな、あんた。早く手伝え、タボ。確かに。お前ら、おとなしい往生せえや。収穫はあったんだろうな、タボ。多分な。ほら、あのカメラ、あれにホストを殴る羽村が映ってればアリバイは成立。俺らの仕事は終わりだ。映ってなかったら？そんなの考えたくもないな。何が映ってんのかお楽しみか。